はい、伊沢です、千葉に戻っていきましょう。千葉に舞い戻っていきましょう。椅子の海岸やっていきたいと思います。ちょっと波は爆弾低気圧が通り、上がり気味なんですけど、いい悪いは悪いです。波は良くないんですけど、ちょっと突っ込んでいきたいと思います。千葉県いすみ海岸なんですけれども、パワーのあるインサイドにかけた、ダンパーブレイク中心の、結構怖かったですね。この時貸し切りだったんですけど、なんか異様な天気と波で、なんかセットがゴーっていう感じで来る、結構怖くて、小さめの選ぶともつながっちゃうしね、本当に、かといって、セットは、なんかもう、ゴーっていう感じなんです。テイクオフがちょっと怖かったっていうか、だからちっちゃめの選んじゃったりして、僕は全然いいライディングができなかったんですけど、ケンヤも結構攻めてるんですよね、これ。映像で見るとわかんないけど、結構際どいとこ攻めたりしてましたね、ケンヤは。そんな、いつかのいすみを、ね、動画、これ投稿してなかったんで、振り返って見てるんですけど、結構この時イケイケで、サーフィンもやってて、フリーサーフィンはもうすごい楽しんで やれてましたね。試合になるともう終わってましたけど、まあでもいいセッションこの日はできたかなと思います。いや、旅っていいっすわ。いつかのいすみでした。ご視聴ありがとうございます。皆さんのチャンネル登録が励みです。おじさん、これからもいろいろ挑戦していくので、勇気持って挑戦していくので、チャンネル登録お願いします。